今日はキャンプ映えする簡単カルボナーラを作っていきたいと思います。メスティンです。材料は麺、ベーコン、卵、生クリーム、とろけるチーズです。まずベーコンを炒めます。ベーコンに火が入ったら水を入れます。適量。そしてパスタを半分に折って湯がいていきます。怖い怖い。麺が水分を吸っていい感じになってきたら、ここでホイップクリームを投入します。はい、結構出来上がってきたので、ここで味付けでコンソメを投入します。はい、ここにお好みでとろけるチーズ、卵、そしてブラックペッパーをかけます。いいでしょう。実食。うん、濃厚カルボナーラの出来上がり。あ、入って、おいしい。